Google Google Chrome Google Chrome は Google が開発したクロスプラットフォームのウェーブブラウザである。2008年にマイクロソフト Windows 用に最初にリリースされ、その後 Linux、MacOS、iOS、Android に移植された。このブラウザは Chromebook や Chromebox に使われている ChromeOS の主要構成要素でもあり、 そのウェブアプリの基礎にもなっている。Chrome のソースコードは、そのほとんどが Google のオープンソースの Chromium プロジェクトからのものであるが、Chrome は Google 社所有のフリーウェアとしてライセンスするようにした。もともとは HTML レンダリングエンジンとして WebKit を採用していたが、Google は最終的に WebKit から分岐させて、ブリンクを作成。 その後、iOS を除くすべての Chrome の版でこのブリンクが使用されるようになった。2020年11月時点でインターネットの流量統計用スタッドカウンターによると Chrome の全世界ウェブブラウザの利用シェアは従来の PC デスクトップで現在70%、全プラットフォームで66%であると推定されている。こうした成功により Google は クロームブランドを他の製品へ応用して、クローム OS、クロームキャスト、クロームブック、クロンビット、クロームボックス、クロンベスを作っていった。クロミウムと称するオープンソースプロジェクトで開発された、ウェブブラウザを基盤として開発され、クロミウムに対してロゴなど Google の商標、動画再生機能、自動更新機能など、プロプライエタリなコンポーネントを追加した。 Google が開発したソースコードは BSD ライセンスを適用しており、それ以外のソースコードは各々異なるライセンスが適用される。北アメリカは2008年9月2日、日本は9月3日にそれぞれ Windows XP とビスタ向けのベータ版が公開され、12月12日に正式版が公開された。最初のリリースの翌日にブラウザ市場で 実質1%以上の占有率を獲得し、アメリカが衆国で1週間に200万人がダウンロードした。2010年5月25日、MacOS 10とリ i ックス向けの正式版が公開された。スタッドカウンターの調査で2012年5月から世界の市場で占有率が1位である。ネットアプリケーションズの調査で2016年4月に、 世界的占有率を41.66%で、マイクロソフトのインターネットエクスプローラーと、マイクロソフトエッジを合わせたシェアを上回り1位となる。2018年4月現在で、Google Chrome は、Windows 7以降、MacOS、Linux および Android 4.1以降で、ARM アーキテクチャと、Intel、AMD アーテキクチャに対応し、iOS の iPhone シリーズ、 iPad シリーズ、iPod Touch をそれぞれサポートしている。Windows XP、Vista、OS 10 8以前などは Chrome 50X で、Android 4.0以前は Chrome 42X でサポートを終了している。MacOS 版、Chrome 87.0 42、4280.67で Apple Silicon をサポートした。ユーザーインターフェースは、 タブブラウザの形式だが、タブごとに独立したマルチプロセスアーキテクチャを採用し、ドメインごとに内部でグルーピングして、タブページごとにプロセスを割り振る。このためにウィンドウプロセスとの通信は増加するも、個別タブのクラッシュやメモリリークの影響が他のタブへ影響しない。処理を高速化するために JavaScript エンジンは V8 を採用した。 セキュリティ対策機能は、個々のプロセスを保護して問題が発生しても耐え、影響を及ぼさぬ、サンドボックス機能、Google 以外のページ閲覧履歴や、クッキーデータを残さない、シークレットウィンドウ機能、フィッシング詐欺や、マルウェアなど危険サイトを Google がまとめたブラックリストをダウンロードして、有害サイトアクセス時に警告を出す、セーフブラウジング機能、などが備えられている。 新規に開いたタブに最も閲覧数の多い8つのページをサムネイルで一覧表示する機能、強制終了時にシークレットウィンドウ以外の開いていたページを再度表示させる復元機能、フォームへの自動入力機能などが搭載されている。MacOS や Linux などマルチプラットフォーム対応テーマ機能、m o d u l a Firefox のグリースマンキースクリプトに相当する。 ユーザースクリプト機能、拡張機能、などが、追加実装されている。Google Chrome の開発には、モジュラ、Firefox の開発に貢献したものが多く、携わる。Firefox 開発に携わったベンゴダーや、ダリン・フィッシャーなどが、Chrome 開発チームの主要メンバーとして活動している。Chrome68 から、保護された通信か否かを、アドレスライン左横に表示するが、 69から保護された通信は鍵マークのみに簡略化された。自動アップグレードにより古いバージョンを使用時に自動的に新バージョンへ更新されメジャーアップデートも自動更新される。最新のバージョンがほぼ100%のシェアを持つ。アップデートは古いバージョンを実行時にバックグラウンドで処理されクローム起動時に 新しいバージョンに差し替えられる。PDF は Chrome PDF リーダーとして統合されており、Chrome と共にアップデートされる。4週を単位に1ヶ月周期でベータ版、13週を単位に3ヶ月周期で安定版、それぞれのリリースを目標に開発されていたが、バージョン6以降は6週間ごとに安定版をリリースしておりである。 2021年のバージョン94から4週間ごとになる予定である。Google は2013年4月3日に Google Chrome のバージョン28以降はレンダリングエンジンを WebKit からフォークした新たな独自レンダリングエンジンブリンクに変更すると発表した。これは Chrome は Safari など WebKit を採用している他のブラウザと異なるマルチプロセスアーキテクチャを根底に 置いた仕組みのため、開発効率やイノベーションが低下傾向になり、それらの問題を解消するためとしている。Android 5.11上で動作する Google Chrome 2012年6月27日に Android 版を正式リリースした。Android は Chrome と異なる Android 標準ブラウザを搭載していたが、2012年2月7日に Android 版のベータ版。 2012年6月28日に正式版がリリースされ、Android 4.4以降はクロームが標準搭載されている。一部の Android 端末は Android 4.4以上でも Android 標準ブラウザを搭載した機種もあるがクロームも搭載されている。プリロードによってページの読み込みを高速化する機能やあらかじめ Google のサーバー側でデータを圧縮することによって データ使用量を節約する機能などがある。モバイル向け Adobe Flash プレイヤーの開発が2012年初頭に終了したため、Android 版 Chrome は Flash が利用不可となった。Flash の代替として HTML5 にシフトしている。Open Search プ,プラグインを利用した検索エンジンの追加には非対応である。2012年6月28日に、 iOS 版の Chrome が発表されて、App Store でリリースされた。Apple が設ける iOS アプリケーションの制限により、標準ブラウザのサファリと比較して、実行速度が遅く、使い勝手も劣る部分がある。2016年1月28日にリリースされた iOS 版バージョン48.0から、北ク e b v i e に移行し、JavaScript も含めて動作が、 大幅に高速化している。Google Chrome のブラウザエンジンをインターネットエクスプローラーに埋め込んで利用可能するプラグインである。2009年9月に初期バージョンがリリースされた。Windows XP 以降、IE6 以降で動作する。高速な JavaScript 処理機能や各種の新しい規格を IE で手軽に利用させることを目的としている。 i.e. のブラウザ機能を完全に置換するものではなく、ウェブページ側に Chrome フレームの使用を指示する情報がない限り自動的に機能しない。マイクロソフトは Google Chrome フレームをインストールすることで i.e. にセキュリティ上の懸念が発生するとして非難した。2014年1月に開発とサポートを終了した。Google アカウントで Chrome へログイン時にアプリ、 拡張機能、設定、自動入力、履歴、テーマ、ブックマーク、パスワード、開いているタブ、Google Pay のクレジットカードと、住所、同期データの暗号化オプションとアクティビティ管理、が、ユーザーの設定に応じて、自動同期される。Google Chrome には、オフライン時も遊ぶことができる恐竜のゲームがある。障害物のサボテンやプテラノドンを避けるシンプルな、ゲームである。 確認できる、ハイスコアは29,760件である。かつては、Adobe Flash イヤープラグインが統合されており、Flash プレイヤーも Google Chrome アップデート機能を通じて自動的アップデートされていた。しかし、Adobe 側で、Flash が終了し、世界的に各ソフトウェアで積極的に Flash を削除することとなったことから、 Google Chrome においても2021年1月の Chrome88 にて完全に削除された。スタッドカウンターによるブラウザシェア調査3種類のチャンネルとかなりビルドが存在し仮想ほど更新頻度が高い。すべてのチャンネルを同じ PC に共存してインストールして使用できる。安定チャンネル一般ユーザー向けベータチャンネル。 毎月更新開発チャンネル毎週更新、かなりビルドマイナス開発者向け、クロミウム開発者向け、現在 Google Chrome のインストールが可能な OS は、下記。一時資料以外一時資料。ありがとうございます。